<Ready? S 2> 雑談でですすティナイフですハラセンということで始まりました「ハラセンラジオ」陣内智則の面白い方原田専門家でございますこの番組は日々私が見ちゃったもの聞いちゃったもの食べちゃったもの飲んじゃったものそして言っちゃいけないことなんかを話しております是非チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで早速いきましょう見ましたですわラストマンの9話目 いやーすごい展開でしたけどもどんな話だったのかあらすじ読んでいきたいと思います南福山雅治と慎太郎大泉洋は41年ぶりに慎太郎の自負ふ田津田健次郎に会いに刑務所へ行くが重篤で面会は叶わなかった41年前の事件の真相を知っているか田が余命わずかでタイムリミットが迫っていた泉 永瀬蓮と吾妻かっこ今田美桜も捜査の協力を申し出る一方正解のドン弓塚かっこ石橋蓮次は事件が掘り起こされることを娘婿の京吾川上達也から聞いて点点点そんな中41年前の事件の第一発見者である元捜査一課長山藤金田明夫 が御殿場から上京する山藤は慎太郎や佐倉吉田洋）も信頼する先輩だが事件について語る口調に南たちは違和感を覚える。南慎太郎泉赤妻の執念の捜査が始まる複雑に入り組んだ過去を解き明かそうとしていく中で捜査を阻止しようとする魔の手が襲いかかり「点て点」と。 これねいやーすごかったこのあとどうなるかというとまああの弓塚がね黒幕ですよでいろいろあっちこっちに指示を出して当時の状況を知る池上を見つけ出してねで今はまあ転売ヤーみたいなことをやってるとでまあ話を聞くとまあ当時その食堂にだから慎太郎さんのお父さんが。 経営ししててたた食堂にに、まあ、嫌がらせをしに行ってたとでその慎太郎さんのお父さんが経営してる食堂っていうのはまああの南さんのところの不動産屋の管理で大家さんが南さんのお父さんだったっていうことが分かってまあそこで南とと 慎太郎さんの関係がその当時からあったっていうのはここでも分かるんですけどもで、まあ、当時南家はその不動産でまあ地上げで財を成してたこれがその湯自ら政界の今はドンですけども当時はもうそういった力を使って 護道家に近づいて政略結婚ですよねをしていてそれでまあ警察の権力もまあ手の内に入れていてっていうことが分かってでそれをまあその池上をね追っかけたらどうもこう怪しいぞっつってでその日の晩に死体が上がるわけですよでこれはどうもおかしいとどういった経緯で亡くなったのか調べようとするとあのこれは事故だから。 あのもう捜査所轄の,の方でやるから捜査はあそれで落ち切りだっつってねであれですよこのねよくドラマで出てくるセリフ「君には期待してるよ <laughs>」まあ昇進というかねうんがかかってるんで「君には期待してるよ」ってベタなセリフも出ましたけどもそれでますます怪しいぞってなって <laughs> それで。 まあその桜主任とかもしぶしぶねって思いながらあの捜査するのをやめようかっていう時に慎太郎さんねこれはもう相手が悪すぎるから事故だ事故だっつってその場を去るんですがまあ独自に調べを進めていく中で泉と吾妻もね協力をしている怪しいやつにつけられてるっつって連絡が入ってそこに行こうとしたところまあもみ合っちゃってこれ刺されちゃって。 まあここはまあ,ある種事故でもあるといえば事故でもあるんですがまあナイフを持っていてねそのナイフを持っていたっていうのが太郎さんもさくらさんもあの信用してる山藤御殿場に隠居してるんですけども出てきた出てきてた山藤が犯人だっただからこれね山藤は当時41年前の事件の第一発見者41年前の 第一発見者でで事情を知ってるわけですよでその山藤とそれからさっきのあの転売屋をやってた転売屋をやっていた池上この2人が亡くなってるしかも泉もこれ亡くなっちゃってるとまあ最終回に向けてどん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 こう人が減っていくんですけどもこれいよいよねあの弓塚にまあ おまだまだ大手はかけていないんですけども直撃した時に私はアメリカにも友人がたくさんいるからってねもう明らかに自分がやってますよって言わんようなことをね言ってたんでこれどう捕まえるのかっていうところが楽しみなドラマラストマン来週いよいよ最終回25分拡大版だそうですんで是非見逃し配信含めて。 最終回に備えて見逃し配信など見てあのー、楽しみにしてくださいあとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いしますありがとうございました